保健医療学部健康スポーツ科学科3年の尾藤萌音です。高校1年生の時に健康スポーツ科学科が新設されると知り、スポーツについてより深く学びたいと思い入学を決意しました。4歳から器械体操を習っていて、怪我で小学2年生で辞めたんですが、小学4年生から高校3年生まで陸上競技をしてました。硬式野球部のマネージャーをしています。高校卒業と同時に陸上を辞めると決めていて、大学では選手をサポートする側になりたいと思っていたので、もともと好きだった野球部のマネージャーを選びました。高校の保健体育の教員になることです。もともと好きだったスポーツに関わる仕事をしたいとずっと思っていて、高校1年生の時に出会った部活の顧問の先生に憧れて教員を目指しました。体を動かすことやスポーツをすることの楽しさを伝えられる教員になりたいです。